こんな言い伝えがあるのを知っていますか？この街にある古本屋の奥の方にしまってあるどんな願いも叶う一冊の本。でも軽い気持ちでその本を開いてはいけない。開いたら最後。なんだこれ。おはようございます。先生をやるのは初めてですが頑張りますので。小さい白いお化け。俺も見たぜ白お化け。俺の夢にも吸い付きた。願い叶えたいか。命がけの試練になるぞ。ちょっと君たち待ちなさいって。町に俺ら以外誰もいないんだよ。どういうこと。ここは現実の世界。それは世界を変えることになる。俺を呼び出したからにはやってほしいことがあるだろ。あの時目の前でさ守れなかったのが悔しくて。タイムリミットなのかもしれない。図鑑の試練自力で乗り越えないとな。ありがとう。ダメだ。こんな運命俺は絶対に認めない。